ガッチャンです。今日はですね、私のこれまでの人生の中で、まあ、私45なんで、まだこれまでの人生はと振り返るほど、お年を召してませんが、大きな、分岐点にいるような気がします。そこで、私の自分の人生についてちょっと語りたいと思います。ですね、私の人生の最初の分岐点、といえば、高校入試の頃、15、16の頃ですね。私、中学生から高校に上がるときに、最初の受験勉強、まあ、全然やりませんでした。私はね、やればできるっていうふうに自分で勝手に思ってたんですけど、やらなかったので、全然勉強しませんでした。結果的に、目標の高校も入れず、と言ってもね、目標の高校と言っても、私ね、同級生がいない高校に行きたかったんですよ。そう。だからね、今はそれまでの自分と生まれ変わって誰も知らないところでやり直したいという気持ちで、同級生が誰もいない高校を受けたんですが、まあ部相応以上の高校だったので、まあ落ちてしまい、ね、当時の二次試験も通らず、まあ、一年浪人することになりました。まあ、その一年浪人する間にいろんな経験したんです。はい。まあ、お酒もタバコも男も覚えみたいな感じで、まあ、いろんな経験があったんですけども、その中でですね、一番大きな経験は、その時に湾岸戦争を経験したっていうことだと思ってます。湾岸戦争っていうのは、まあ、イラクのフセイン大統領、まあ、イラクがね、生物破壊兵器を作ってるんじゃないかってことで、ブッシュ大統領がね、アメリカのブッシュ大統領がイチャモンつけて、まあ、イラクに侵攻したんですよね。生物破壊兵器だったかな、核だったかな、ちょっとどっちか忘れちゃったんですけども、まあ、詳しいことはウィキペディア見てください。まあ、その中で、結局、突入、砂漠のなんとか作戦とか言って、砂漠の嵐作戦だったかなとか言って、テレビで、ね、題材的にいろんなことをしてたんですけども、まあ、私の年にとってみれば、しっかり覚えてる戦争っていうのは湾岸戦争が初めてですね。まあ、その湾岸戦争を見ながら、私はね、なんで未だにこの時代に人を殺し合う戦争をしなきゃいかんのだろうっていうふうに思ってました。あ、その頃ね、多摩の、さよなら人類が流行ってて、まあ、今日、人類が初めてってやつですね。まあ、それを聞きながら、一緒に予備校通ってた友達と一緒に、なんでこの世から戦争なくならねえんだろうね、っていうことを、まあ、勉強もしないで熱く語ったりとか、深夜ね、湾岸戦争のことを報道してる報道特集とかいっぱいあったんですよ。その中でね、最後の歌がね、井上陽水さんのさよならニュースっていう曲をね、非常になんかすごい唐突な曲なんですけども、まあそれを、聞きながら、毎晩寝る間際に、私が国連の事務総長だったらこんな戦争なんかすぐなくならないって、まあ思って過ごしてました。はい。まあそうして、まあ高校入試が受かり、まあその後、私も写真学校に行って写真を勉強して、現在、長岡に帰ってきいなんていう話になるんですが、湾岸戦争で得たもの、湾岸戦争を通して得たものっていうのは、私ね、深く今でも残ってて、私の人生の一つのポイントとしては、この世から戦争をなくすには私は何をしたらいいかっていうことが、私の人生の一つの大きなポイントになってます。はい。戦争をなくすっていうものを具体的にどんな方法かっていうのは、どんな方法だったら戦争をなくせるかっていうのは、まあ、全然想定もつきませんでした。まあ、人並みのことはわかりますよ。うん。例えばね、まあ、昨今、YouTube で見ると、タモリさんが、戦争を起こす原因は愛だって言ってましたね。
はい、愛があるから戦争が起こるんだと言ってました。それも間違いないでしょう。はい、他のにはですね、戦争は経済を回すための一つの武器だ、手段だっていうような、論調はよくあります。私はね、そこら辺は、高校、私、商業高校だったので、商業高校に通いながら、まあ、戦争は経済を回すための一つの手段なんだなっていうことを、まあ、それはね、高校時代の私でも分かったこと。うん。それはまあ事実でしょう。はい。で、愛が戦争をなくさないっていうのも、まあなんとなくというか、まあそうでしょう。だって、大事な人が殺されば、憎しみを持った相手を殺そうと思うと、全然普通だと思いません？現状の世界の人の考え方から考えれば、大事な人が殺されば、憎いから殺し返すっていうのは、まあそんな珍しいことではなく、それが戦争の原因になるって、まあタモリさんが言うことも、まあその通りだなと、とも思います。ただ、その背景にある戦争が本当になくならない理由っていうものは、その当時の私には分かりませんでした。そしてですね、私はその後、まあ、縁があって、ネパールの NGO 法人で働く、NGO で働く経験があり、まあ、世界の環境がいかにどういう問題になっているか、あと、世界から見たものがどういう日本なのか、まあ、いろいろ経験する機会もありました。その後、NPO に関わる東日本大震災やら防災の関係にいっぱい関わってきて、その頃に私はね、100年後未来プロジェクトっていうのを立ち上げましたというか、自分の心の中でしっかり明確な目標として持ったんですね。まあ、それは、100年後の未来に、今より少しでも多くの人が自分で生きたいと思ったら生きれる未来であってほしいなって、そういう未来のために私は何をしようかっていうことを、漠然と考えて、私には何ができるんだろうって思って NPO 活動をやってました。で、NPO 活動といっても、私思ったんですよ。どんなこと、どんなちっちゃいことやっても、どんなことやっても、必ず100年後に時間は繋がってるわけですよ。まあ、この世がある限りね。うん。100年後に時間は繋がってるわけです。100年後に何をやっても必ず繋がるわけですよ。だから、人にとって、社会にとっていいと思われることをやっていけば、必ず100年後の未来に結果は残るっていうふうに信じていました。そう。まあ、それはね、今でも間違いないと思ってます。ただ、それがイコール戦争っていうものをこの世から排除できるかといったら、そうではないと思うんですよね。そんな中で、私がもう一回立ち止まって、戦争とは何ぞや、なぜ戦争が起こるか、じゃあ今の世の中は何ぞや、今の社会の経済は何ぞやっていうことを考える、大きなターニングポイントが、40ぐらいだったかな、の時にあったんですね。まあそれは、シンクタンク、長岡のシンクタンク、ザ・リバーバンクというシンクタンクがあるんですけど、まあそこの、当時の理事長であった方から、ある日、ブロックチェーンについてちょっと研究していこうという、極秘指令があったんですね。で、その時、まあ今から5年以上前ですかね、5年以上前って言うと、ブロックチェーンって言っても、ほとんど資料がなくて、あと、ほんとね、英語の資料か、日本語のもうほんと難解な資料しかなかったんですけども、まあブロックチェーンって何ぞや、の頃あったビットコインとは何ぞや、ようやく出てきたリップルって何ぞや、そもそもイーサリアムって何ぞや、みたいな。そもそも暗号資産。まあ、当時仮想通貨って言われてましたけどね。仮想通貨って何のためにあるか、なんてことを、まあ、真剣に悩んだ時期が、まあ、5年ぐらい前でしたね。で、その5年ぐらい前に仮想通貨は何かっていうところから、私は、なぜ戦争がなくならないのかっていう大きな問題の終着点にたどり着くきっかけを得た気がします。次回の、動画では、私がなんで戦争はなくならないのかということに気がついた経緯なんかにお話したいと思います。ガチャンでした。はい、ガチャン劇場パート3です。まあ、ガッチャン劇場っていう名前いいな。ちょっとガッチャン劇場をテーマにしばらく動画を撮っていきたいと思います。はい。
まあ、前回はね、シンクタンクの依頼で、シンクタンクの依頼というか、まあ、シンクタンクにちょっと調べろということで、ブロックチェーンについて調べたんですが、ブロックチェーンが何者かっていうものを、まあ、ブロックチェーンを調べに関わってから今でもう5年ぐらい経つと思うんですけども、ブロックチェーンっていう言葉を実際、正しく説明できる方は、まだまだ、世の中に少ないと思います。まあ、すごく重要なことなんですけども、身近じゃないっていうことも確かなんですよね。まあ、一言でざっくり言うなら、絶対破られないと言われているセキュリティです。しかも、そのセキュリティで閉じられたファイル、資料の中身は誰でも見ることができるという、誰でも見ることができる絶対破られないセキュリティだと思ってください。はい。まあ、それがブロックチェーンというものなんですが、そのブロックチェーンによって生み出された副産物として暗号資産というものが挙げられます。まあ、詳しくは暗号資産について調べてもらえばいいんですけども、有名どころはビットコインですね。はい。まあ、ビットコインといえば、ビットコインで儲けた人、儲からなかった人、ビットコインで損した人、まあ、たくさんいらっしゃいます。今のところ、投機目的という方もいっぱいいらっしゃいますが、ビットコインに限らず暗号資産が生み出そうとしている世界っていうものをちょっとイメージしてほしいと思うんです。はっきり言いましてね、暗号資産を投機だと思って、投機でお金を儲けてる人は、ビットコインもブロックチェーンも暗号資産も、ごめんなさい。暗号資産持つ資格はありません。はい。もう1円たりとも、投資だ、投機だと思って買う人には買ってほしくないというのが私の正直な気持ちなんですけども、まあ、どういうことかというと、暗号資産っていうのは、世界の構造をひっくり返す可能性のある通貨です。なぜなら、国によって管理されているわけではなく、プログラムによって管理されている資産だからです。つまり、国の都合とか世の中の都合によってお金が上がったり下がったりしないっていうことです。まあ実際はね、とはいえ実際は、まあ運ぶ数も多くないですし、持ってる人の数もまだまだ少ないので、まあ大きいお金を持ってる人がポーンって買ったり売ったりすると、まあ、ビットコインね、もう、ガンガン値段上がったり下がってるのは事実で、まだまだビットコインも暗号資産どれもね、現実的に使えるお金とは言い切れないです。ただし、暗号資産が、によって作られようとした未来というのは、お金という存在を国に支配されるわけではなく、自分たちで管理するっていうことを大前提としてます。つまりですね、国というものがいらなくなるということです。はい。暗号資産でだけで回るような世の中になったときに、国というものが必要ないということです。つまり、国と国同士の戦争はないってことなんですよ。わかりますか？国が必要なくなる仕組みが暗号資産の仕組みです。とはいえ、ブロックチェーンによって暗号資産全部作られてるわけじゃなくて、一企業が出資して作られている通貨もあります。例えば、リップルなんてそうですね。銀行間取引のために作られた暗号資産、リップルなんかは、リップル社というものが作ったものです。はい。まあ、他にね、いろんな通貨ありますけども、まあ、大きく分けて、ビットコイン、リップル、イーサリアムという3つの、通貨がありますが、まあ、それについて詳しい説明は、皆さん、YouTube かなんかで見てください。それについて話し始めると、2時間3時間かかっちゃうんで、やめたいと思いますが、もう一回言います。暗号資産っていうのは、国というものをなくす仕組みと言っても過言ではありません。そして、国というものがなくなったとしたら、国と国との間の戦争は当然なくなります。ただし、世の中、国と国の戦争ではなく、違う価値としての戦争が今現在起こってますよね。はい、そういった話について、次の回でお話したいと思います。ガッチャンでした。はい、ガッチャン劇場パート4です。前回ね、ブロックチェーン、を通して暗号資産が何をする、暗号資産は国をなくす
可能性がある。国っていう単位がをなくす可能性があるというお話をしました。で、国っていう単位がなくなれば戦争はなくなるでしょう。国と国の間の戦争はなくなるでしょう。っていうお話をしたんですが、実際の戦争っていうのは今現在ね、戦争あちこちあります。もう国という単位ではなくて、もっと大きい単位のものもあるし、小さい単位のものもあって、もうあのね、戦争というか紛争は、いや、あっちこっちにあるのが現状ですよね。はい。まあ、例えば、イスラム国。まあ、最近はイスラム国あんまり聞きませんけど、イスラム国って何かというと、言ってしまえば、大昔のイスラム帝国をもう一回再建しようという考え方でした。はい。そう。決して、イスラム国とイスラム教がイコールではないってことをまずしっかりお伝えします。まあ、そもそもね、イスラム教の教徒の人たちって、ものすっごく優しくて、ものすごく紳士的です。はい。困った人を見ればみんな助けてくれるってぐらい、本当に優しい人たちですね。私もあっちこっちイスラム教の方々にお世話になったことあるんですが、まあ、同じエルサレムから出てる宗教の某、キーなんとか宗教は本当にどうかなって思うところいっぱいあるんですけども、イスラム教は本当に素晴らしい、イスラム教徒の人たちは本当に素晴らしい人が多い宗教です。で、イスラム国イコールイスラム教だと思われたりとか、イスラムの教えがものすごく危ないという方が、もしまだこの時代にいらっしゃるんだったら、あなたは勉強不足です。はい。まあ、そういったわけで、紛争、あっちこっちに国との単位もあれば国内の単位もありますし、勢力、いろんな勢力がある限り応援したり応援したかったり、お金が行ったり来たりして、紛争はなくなりません。なので、国という単位が全くなくなったとしても、それだけでは紛争というものはなくなりません。それが今の世の中の現状であることは大前提です。しかし、国の支配によってのお金がなくなるというか、なくなるということはですね、それぞれが自分の意思でお金の管理ができるということです。つまり、お金、国に吸い上げられる税金ですね、税金といった国に吸い上げるお金っていうものがなくなる代わりに自分の責任でお金を管理、運用しなきゃいけない時代になるということです。それが良い悪い議論はたくさんありますが、そもそも、私たちね、国にお金を支配されてるという考え方、ないわけですよ。はい。だってですね、だってって言ったらなんですけども、知ってますか？日本のお金を発行している日本銀行、あれ株式会社ですからね。はい。日本の国が株式の半分以上持ってるので、まあ日本国が大株主ってことは間違いないですが、民間の会社がいっぱい出資してできてる株式会社ですからね。しかも、そもそもアメリカの場合はですね、ドル、US ドルって言いますけど、ドル、そもそもアメリカ政府がドルを発行してるわけじゃないですから。はい。民間企業がドルを発行してるんですね。つまり、お金というのは、特定の企業、大金持ちによって、世界中のお金、どこも管理されてるっていうことを、まず大前提として覚えてください。これがお金の大きな問題なんです。国の法定資金、法定通貨を当てにするということは、それだけで、法定通貨を使うってことは、それだけで一部の大金持ちのとこにお金が集まるっていう、当たり前の社会構造の中に私たちは生きてるっていうことを、しっかり覚えてください。まあ、その内容については、いろんなね、YouTube いっぱいありますから、まあ、それが何かってお話はしませんけども、僕らのお金は一部のお金持ちによって支配されているということをしっかり頭の片隅に残して、次の動画に進んでください。ガッチャンでした。酔っ払ってるわけじゃないですけど、勢い乗った時じゃないと動画なかなか撮れないので、まとめて撮ってます。ガッチャン劇場パート5。
はい、前回お金というのは、一部のお金持ちによって支配されているというお話をしました。まあ、それがどういうことかというのは、まあ、いっぱい検索してください。どこの国がどれくらい、どういうふうな、ふうな形でお金が発行されているとか、どういう人たちが、世界中のお金を牛耳っているとか、そういうことは、都市伝説じゃなくて、正式なデータとして出てきます。決して都市伝説ではありません。知ってるか知ってないかというだけなんです。はい。まあ、その中で、お金というものをお話をしていきたいと思うんですが、お金というのはですね、一律の価値にしてバーって並べたときに、全世界で流通するお金はもう決まってるんです。はい、決まってるんです。価値が、例えば、価値がビットコインによって変わったり、価値の基準が変わったりとか、ドルから円に変えて価値の換算が変わったりとか、まあそういうことはありますよ。あるんですが、世界中にあるお金っていうのはもう決まってるんです。はい。もうお金すればね、もちろんお金増えていくんですけどね。すればそれだけ増えていくんですけども、その分価値が小さくなるわけです。要するに価値としてのお金の総量は決まってるんです。はい。でですね、結局お金がどういう、お金を支払ったり支払わなかったりということを考えたときに、例えば、私から、誰々に、1万円で私が誰々より、誰々からね、貴重な本を買いました。買った時に私はのお金は減った。彼のお金は増えた。でも世界中のお金はみんな決まった分しかないので、減ったり増えたりしないでしょ？つまりお金は移動しただけなんです。わかりますか？お金は単純に、私からお金、本を売ってくれた彼のところに移動しただけなんです。つまりですね、世界中のお金が増えたり減ったりすることはありません。では、はい。一部のお金持ちというか、お金、貧乏の人も、貧乏じゃない人も世界中いっぱいいますね。まあ実際皆さんどっかでも聞いたことあると思うんですが、まあ本当のお金持ちってのはごく一部です。某なんとか財団というところが世界中のお金の 50% を、持ってるともいうお話も、まあちらほら都市伝説みたいな話はありますけど、どっちにしても、お金持ちがいるってことは、それなりの貧乏人がいるんです。はい。で、多くのお金を儲けたということは、それで、例えばね、私が1000億儲けたとします。そうすれば、1000億に見合った人が貧乏になってるってことなんです。わかりますか？大金持ちが一人できるっていうことは、それに見合っただけのいっぱいの貧乏人が増えるってことなんです。お金の移動ということは。そこが非常に大きな問題だと思いませんか？はい。僕らね、私たちね、みんなね、戦争がいいとか思ってる人はいないと思うんですよ。でもね、実際戦争なくないでしょ？戦争がなぜ起こるかというと、経済を回すために起こるんです。まず、一番最初の動画の方で言いましたけども、お金って貯めてるだけではね、貯めてるだけでは全然経済の役に立たないわけですよ。はい。貯金成長に貯金してます。そういう人、あなた、世界平和のためになってないんです。貯金してる人は全部使ってなんぼなんですよ。はい。でもね、みんな貯金するのわかるんですよ。だって、これから先不安じゃないですか。お給料入ってくるかどうかわかんない。そう。でも世界は本当はお金を使って回さないと裕福にはならないんです。はい。じゃあお金を強制的に回す手段として用いられる方法が戦争なんですね。なので、皆さんね、はっきり言いましょう。貯蓄している人、あなたは戦争犯罪者です。そんなわけで、貯蓄の悪がどうのこうのってお話は次には引き継がないんですけども。では、じゃあ、平和とは、戦争とは、戦争がない未来をどうやって作っていったらいいかというお話に次回から踏み込んでいきたいと思います。ガッチャンでした。またね。はい、ガッチャンゲストパート6。はい、同じ服を着てるんですね。してるので
まあ、まとめて撮ってるってのはバレバレだと思うんですが、まあ、勢いよく乗った時じゃないと喋りきれないことっていっぱいあるので、このまま撮りたいと思います。まあ、そんなわけで前回は、貯蓄してる人は戦争犯罪人ですっていうお話をしました。はい。戦争はですね、経済を回すため、お金の流通を作るために戦争っていう手段が使われています。誰々が何々してどこの国はどうのこうのっていうのは、大きい、国が大きいお金を貸して、戦争するための口実なんかいくらでもあるわけですよ。はい。結果的に多くの人が、死んでるのも事実です。でもその背景で大きなお金が動いてるのも事実です。はい。まあ、そんな中で、じゃあ、戦争がない平和を作っていく、平和というか戦争がない世界を作っていくために最も重要なものは何かと言ったら、富の分配です。富の均等化です。今現状の社会の中で、もし可能だと知れば、富の平等化、平均化、富の分配が非常に重要です。それは国っていう単位、もうそうだし、地域っていう単位もそうですけども、まあ、国で言えば、まあ、都道府県、東京と別々の県では、格差はいっぱいありますしね、あるでしょうしね。人の中でも働き方によってみんな格差が違うんですけども、その小さい単位じゃなくて、国、世界、地域、大きな単位での富の均等化が、戦争をなくす大きな重要なポイントです。しかし、それが簡単にできると思う？そう。だって、某なんとかって財団が全世界の半分のお金を牛耳ってる世界でさ、そんなことができると思う？そう。できないですよね。そう。だからこそ、国という世界、国という単位で支配されてるお金から、みんなが離れて、そう、違う形で、国という支配にとらわれず、某なんとかという財団に縛られないお金で、皆さんが、皆さんの生計を立てていくことが必要なんです。それによって、初めて世界の均等分配、世界の、富の均等化という可能性が出てくるんです。ですがね、そんなのもまた遠い話ではあるんですが、国単位では、今、あちこちのね、ベーシックインカムの、ベーシックインカムっていう取り組みをやってますね。ベーシックインカムって、社会福祉を何もしない代わりに、皆さん、均等に働かなくてもお金配りますよ、っていう考え方です。まあ、実際日本でも検討されてはいるようですが、まあ、某なんとかという番組の、偉そうな人が言うと、まあ、日本でも全部の社会福祉をやめて、そこに一本化すれば、均等分配は可能だという話にはなってるんですけども、まあね、均等分配じゃなくて、ベーシックインカムが可能だという話にもなるんですが、まあね、ベーシックインカムの話をするときに、働かなくてもお金もらえるんだったら、働く人いなくなるんじゃないですかっていう話がよくあります。いいんです、働かなければ。働きたくない人は働かなきゃいいです。そう、人はね、みんなね、何もしないで生きてはいけると思いますか？だって私もそうなんですけど、一週間何もしないで家でブラブラして、一週間だったら持つかもしれない。でもね、大多数の人はですね、まあ、10年も何もしないで家でぼーっとしてたら、おかしくなりますっけ？結局やりたいことってあると思いませんか？ベーシックインカムっていうのは、生活に最低限なお金をあげるので、もっとお金欲しい人は働けばいいですよ。その働いたお金でやりたいことやればいいじゃないですか。生活は大丈夫です。こっちで面倒見るので、やりたいことはやりたいことで一生懸命やってくださいって考え方です。はい。それがベーシックインカムです。なので、はい。裏返すなら、世界中一つ一つの国が、まあ、ベーシックインカムみたいな考え方を取り入れた上で、初めて社会が、食べるため、生活するための労働から解放される。生活のための労働から解放された時に、初めて社会っていうものの均等とか平等っていうものが見えてくるんじゃないでしょうか。まあ、そういった未来を、そういった未来がどういう可能性があるかってことを次回の動画でやっていきたいと思います。ガッチャンでした。またね。
と、セブン。多分セブン。そう、だんだん番号わかんなくなってきてね、メモぐらいしとけって感じですね。はい。前回は、ベーシックインカムのような、生活費は生活費はみんな補助して、生活費は出してあげるから、あと稼いだお金は自由に好きなことに使いなさいっていう時代が来てこそ、初めて労働から、自分で生活するための、生活をするためだけの労働から解放されて、やっと自分のやりたいことができる未来が来ますよ。そういうためのベーシックインカムですよ。そういう未来になってこそ、初めて平和というもの、世界の富の分配というものが実際に見えてくるんじゃないですかってお話をしました。はい。その中で、じゃあ、富の分配が行われた未来というものの可能性についてお話ししていきたいと思います。ここで初めて戦争をなくすにはどうしたらいいかってお話をしたいと思います。はい。戦争をなくすには、ズバリ、お金という存在がなくなればいいんです。お金がない未来。まあ今ね、お金がない未来もいろんな方が研究されていますが、いろんな言い方がありますけども、お金のない未来とは、信用経済という言葉で表されることがあります。はい。まあ興味がある方は信用経済というふうにググってもらえばいいと思うんですけども、まあ要するにですね、お金がないんですよ。つまりお金がないっていうことは、イメージできますか？お金がない未来。はい。実はですね、私も最初お金がない未来なんていうのは想像もできなかったんですけど、アマゾンで検索すれば出てくると思うんですが、お金のいらない国っていう本があります。はい。まあね、関係経済とか、資本主義の未来とか、これから100年、50年、100年後の未来を見据えたときに、お金がない世界っていう考え方は非常に重要な、社会の平和にとっても、私たちの今後の未来の生き方は全てにおいて非常に大事な考え方だと思うんですが、まあ実際にイメージができないお金のない国というものを、小説なんですけどね、こういう風な社会ですよっていうのを書いた非常に素晴らしい本があります。実はね、4巻までの4部作なので、まあどっかタイミングがいい時に、第1巻は私が朗読したのがあるんですよ。なんか朗読してみたいと思うんです。ですが、まあお金のない国っていうものが、どういったものかっていうのはなかなか想像できないんですが、できないですよ。でもね、ベーシックインカムはイメージできるでしょ？自分たちが働くため、食べるためのお金はみんな国からもらえます。自分が何もしなくても。はい。言ってしまえばね、語弊はいっぱいあるかもしれなく、言ってしまえば、生活保護で生活する人たちはベーシックインカムで生活してると言ってもおかしくないと思いますよ。はい。あの生き方と言っちゃなんだけど、政府が生活の全てを生活の最低限度を面倒見てくれますよっていう考え方がベーシックインカムです。はい。まあ、それならイメージできるわけですよ。はい。まあ、自分で働いた分は、まあ、生活保護はね、自分で働いた分みんな吸収されて持っていかれちゃいますけども、ベーシックインカムの場合は自分で働いた分は、まあ、プラスアルファで自分で使っていいわけですよ。まあ、生活の心配がなければ自分が欲しいもん買うでしょ。自分の欲しいもん買えば、まあ、それは生活以外の経済もあるわけですわね。はい。まあ、そういう未来なんですけども、まあ、お金のない世界っていうのは、さらにそれをもう一回もう一つもバージョンアップして、みんな生活できる水準としてあるのなら、そこの部分のお金いらないでしょ？みんながなくてもいいじゃん。そう。だって世界の価値がみんなお金が均等であったとしたら、お金の価値の優越は必要ないじゃない。つまり、みんなが平等ってことですよ。みんなが平等だったら、お金の存在いらなくないですか？簡単なんですよ。みんなで同時にお金なくそうって、ね、70億人以上、世界中いますけど、70億人全てがみんなお金を一斉になくしましょうってことは、もしできたならお金がない世界なのか、簡単にできるんです。はい。でも、お金のない未来になった時に、じゃあ、果たして、産業はどうなる、いろいろありますが、みんなそのままできるますよ。はい。働く理由はいくらでもできますから。まあ、そんな未来について、私はこれからちょっとお話したいと、まあ、今回もそのつもりだったんだけど、そういうお話をしたいと思います。ガチャンでした。またね。
はい、ガッチャンです。パート8。まあ、前回ちょっとグダグダになっちゃったんですけども、お金のない世界っていうものを考えたときに、例えば、結婚なんていう制度もいりません。はい。まあ、国によってはね、結婚、一夫多妻制とか、まあ、いろいろありますけど、結婚って制度って必要ですか、皆さん。そう、私いらないと思うんですけども。だって、好きな人と一緒にいることに何か問題ありますかね？わざわざ届け出して、まあ、結婚なんて、行政がお金を取るための、行政側の、生活を、私たちの生活を面倒見るなりなんなりっていうか、行政の都合によって作られてるもんだと思うんですよ。戸籍なんかもそうですよね。はい。そう。そして、お金の世界になった時に、まあ、大きく違うのは、自分が欲しいっていう物欲に関して、全部無料で、自分がやりたいってことは全て無料で何でもできる世界なんですよ。そうした時に、はい、そうした時に、泥棒なんていますかね？いないでしょ？だって自分が欲しいもん、スーパーでも買い物、スーパーでも、原信でもどこでも行って、持ってこえばいいんですもん。そう、わざわざ盗むなんてことないでしょ？まあ、お金で自殺する人なんていますよね。だってお金ないんだもん。そう。そもそもお金ないんですもん。そう。そう、大変ね、よく考えれば、この社会にあるすべて、トラブルのほぼすべては全部お金に関わっていると思いませんか？もしお金がなければ、お金という存在がなければ、この世の中のトラブル、ほとんどないと思いません？まあ、口喧嘩ぐらいはあるかもしれないですよ。口喧嘩ぐらいは、あるかもしれませんが、まあ、ほぼ世の中のすべてはお金が原因のトラブルばっかりだと思いませんか？そう。お金がない世界というのはそういうトラブルもない、ものすごく清く正しい世界なんです。はい。そういう未来を作っていくっていうことが、私の人生において大きなキーワードだと考えてます。冒頭の最初の方でお話ししましたが、100年後の未来プロジェクトっていうものを私が考えていた時には、何をやってるかわかりませんでした。でも、今ならはっきりわかります。ブロックチェーンを学び、ベーシックインカムというものはどういうものか大体分かってきました。で、お金のない世界によって、世界の本当の平和が、戦争で誰も悲しい思いをしないで済む、自分のやりたくないことは何もしなくて、やりたいことだけあって生きれる世界が、お金がなければ実現できるということだけは、私は本当、腑に落ちました。そんな時に私が今後やるべき、生きていく未来、自分がこの、一生の中でやるべき未来、やるべきことっていうのは、お金がない世界を、に向けて、今の時代を一歩でも前に進めることじゃないかって思ったんです。はい。まあ、お金のない世界に作、をすぐ作っていくのは、まあ、なかなか難しい話だと思うんですが、まあ、無理と言ってしまえば無理だけども、はい。あれ？非常に難しい、問題だと思うんですが、でも、やりようはあると思うんです。ベーシックインカムもその一つでしょう。で、富の均等分配っていうものを実践している企業もあるんです。はい。それが、冒頭、後で、皆さんにちょっとお話、ちょっとなくて、しっかりお話したいと思うんですけども、私は今、富の均等分配をしてくれる会社の仕事をしています。そう。まあね、それはね、まだまだ会社っていう単位でしかないんだけど、それがもっともっと広がっていけば、いずれベーシックインカムっていう考えた方にたどり着くだろうし、世界の平和っていう、富の分配ということをしっかり考えていく人たちが増えていけば、必ずやお金のない世界に近づいていくと思って信じて、私はその仕事をしています。そんな思いで、この動画を撮ってますので、皆さん、私が話を聞いてくださいというときは、耳の穴かっぽじいて、私の思いを聞いてください。まあ、そんなわけで、次回からもう一つの私の人生のテーマ、そぎ払いについてお話したいと思います。ガッチャンでした。バイバイ。